アルフレッド・セイアー・マハンは、アメリカ海軍の軍人、歴史家、戦略研究者。最終階級は、海軍少将。マハンは、アメリカ海軍の士官であるだけでなく、研究者としても名を馳せた。その研究領域は、海洋戦略、海軍戦略、海戦術などに及び、シーパワー、正海権、海上封鎖、大環境法主義などに関する研究業績がある。中でも、 古典的な海洋戦略を展開した海上権力指論は世界各国で研究されている。世界の諸所に植民地を獲得せよ。アメリカの貿易を擁護し、かつ外国に強圧を加えるために諸所に海軍根拠地を獲得し、これを発展させよとの持論を持っていた。19世紀フランスの研究者、アントワーヌ・アンリ・ジョミニや、父デニス・ハートマハンの影響を強く受けており、 マハンの研究に影響を受けた人物には、セオドア・ルーズベルト、ビルヘルム・ニセイ、ジュリアン・コーベット、佐藤哲太郎、秋山正幸などがいる。彼にちなんでいくつかの感染が、マハンと命名された。マハンは、ニューヨーク州ウェストポイントで、陸軍士官学校の教授であったデニス・ハート・マハンと、メアリー・ヘレナ・マハン夫妻の間に生まれる。親の希望に反して、 コロンビア大学で2年間学び、その後海軍兵学校に進んだ。1859年に卒業後、1861年に将尉に任官し、南北戦争ではフリゲートのコングレス、外輪船のポカホンタス、ジェームズ・アジャーに上官した。この勤務中に1865年には海軍少佐、1872年に海軍中佐と昇進している。 色イ号の副長として、幕末、明治維新の日本を実験した。1885年には、論文、メキシコアント内会が評価されたため、海軍大佐に昇進して、海軍大学校の初代教官を務め、海戦術の教育を担当した。1890年に、海上権力指論が発表され、1892年から翌年まで、 海軍大学校の第二大校長として務める。1893年に巡洋艦シカゴの艦長としてイギリスを訪問する。1896年に退役してからはアメリカ歴史学会会長及びハーグ平和会議のアメリカ代表団顧問を務めた他は研究に専念しており、ネルソン伝、米西戦争の教訓、フランス革命とナポレオン帝国における シーパワーの影響、海軍戦略を発表した後の1914年に、ワシントン DC で死去した。同時代の日本において、マハンの著作、思想の紹介、導入、応用に関わった人物として、金子健太郎、肝月金行、小笠原長尾、佐藤哲太郎、寺島主信がいた。それぞれの項目を参照。ありがとうございます。